ラサです。こんにちは。もうちょっと続き頑張ってみたいと思います。さあ行きましょう。日本語の動詞ね。走ります。どうしようか。走ります。英語で to run。これは intransitive verb。私は公園を走ります。はい。intransitive verb ですから、オブジェクトはありません。よって、オブジェクトマーカーを使いません。このをは、path マーカー、across とか through のを。気をつけてくださいね。他の preferred particle は、私は駅に走ります。direction マーカーです。あと、私は公園で走ります。location マーカー。もう公園にいます。公園の中で走ります。意味変わってきますよね。走りますは同じです。あと何だろう、まあ、公園から走ります。からは from。 私は公園から家に走ります。でもからは from ですから、そのデスティネーション direction マーカー。私は家から駅に走ります。このセットが欲しい。ないとちょっと気持ち悪いかな。同じですね。はい、走ります。マスの直前のパオさんとはいいですから、走ります。走る。だからグループ1、走りますのネガティブは走りませんですね。そして走るのネガティブは走らないですね。イがアになりますから、ラリルレオで走ら、そしてないことです。走らないです。グループ1。ありがとうございました。